はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2017マイライフ続きをやっていきたいと思います。5月に入って相変わらずの2軍ですけれども、1軍に上がるの本当ね難しいんだよね。試合が終わったところなのでとりあえず寝ましょう。毎回寝るところからスタートするな。これはあれか、子供の日のイベントですね。で、練習をしてコントロールをね上げていこう。コントロールをやっぱり失投をね減らしたいんですよね。そのためにはまずコントロールを上げるしかないからな。キャッチャー変えてくれなんて言えないからね。だって実際なんかそういうのあんのかな、あいつとはうまくいかないみたいな。で、練習できるときはもうひたすら奥糸練習して、もう常にね自己の鍛錬だな。また入団したての若造だからひたすら自分を鍛え上げる、これが必要だ。で、奥井も一緒に鍛えていこう。やっぱり発言するにはね力をつけないといけないですからね。こう雑魚キャラがね何を言ってもダメ、通してくれないよ、プロの世界は。そろそろコントロールが1上がりそうだけど、登板間隔がねあるからやっぱり1試合終わった後の次の試合が結構開きますね。1ヶ月に3回くらいかな、投げるの4回くらい投げるか、3、4回ですね。そこの少ないチャンスをものにしていかないといけないんで、今日は阪神戦か。キャッチャーは中村先輩。中村先輩どうだったっけ。もうキャッチャー F はねマジ勘弁してほしいんだよな。失投はねどうにもなんないからね。雨降ってんな。とりあえず点を取ろう。警戒してるね。足速いの。150キロか。失投ちょっと速かったか。やばいな、なんだかんだで追い込まれてしまった。失投多いな、失投。やっぱり2軍戦はみんなコントロールがあんまりよろしくないのかな。よし、だいぶ楽だぞ。2ストライク、2ストライクからはやっぱジャイロボールで決めたい。球外して打たれた。同じ球種を2回投げるのはダメだな。バントだね。バントはちょっとこのスラーブで対策しよう。コツッと。あ、今のは動きは俺良かったのかな分からん、どう動けばいいんだこれは。あ、一塁奥井ちゃんすまんね。やばい、なんだかんだでピンチになってしまった。これがよろしくないんだ。もうめっちゃ打ってる。これ一塁に行った方がいい俺おお、ゲッツー。投球数15、被安打2。フルカウントだからこれはもうジャイロボールを低めを決めよう。これはフライ。よし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 。基本的にさ、ピッチャーって一塁以外に行くことないよね。二塁とかのベースカバーとかってないよね。全力ジャイロとか。すげえコントロール乱れそうだな。うわぁ、俺の全力ジャイロかなんてことだどこへ行けばいいんだ俺は。ただ点はやれん、点はやれんから、ジャイロボールで仕留めるなんかジャイロボール研究されてんな。もうよしよしよし。これは外してこう、外に。でスライダーも逃がす。そして最後は落とす。ファーストありがとう。さあそして自分で点をもぎ取る。マジでこいつ嫉妬多いな。
これはボールだね。俺マジでストレートのフォアボールになるんじゃないか、このままだと。逃さんよ。うわー、ファールか。あー、しまった、低めか。よしよしよし、あれホームランにはならなかった、行ったと思ったんだけどな。さてフルカウント、フルカウントの時はもうジャイロを投げる。完全に読まれるよね、あいつ絶対フルカウントになったらジャイロボール投げてくるよなみたいな。いやでもやっぱりねストレートで押したいよ、せっかくねジャイロボールもらったから。よーし、変幻自在があるとはいえ、これは俺こっちだよね、ポイッと。1球外すかで、フォークもちょっと落とそう、低めに。よし、振ってくれた。これも1球ちょっと入りそうで入らないスライダーを投げよう。ちょっとこれマックスだけど、あれか、4あったら入ってたね。で、どうしようかな、ジャイロにしよう。 OK、ここもジャイロボールで決めよう。やばいやばいやばい、落とそう。よしよし、やっぱりフォークだね、すげえ使えるわ。チャンス、チャンスは常にものにする、それが俺だ。ちょっと早いんだな、このタイミング。 OKOKOK、 もうさ野手として一軍に上げてもいい勢いだよね。フルカウント、フルカウントはジャイロ。おお、さすがだ。ボールが先行してるんで、何揺さぶられた。こっち待って、ちょっと待って待って、俺が処理する、俺が処理する。本当今の俺が処理するのでよかったの、あいつマジ何やってんだよって絶対思われてるよ。あ、ちょっとお願いします、これは俺が入るの、ちょっと無理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 、待って、やったー、ほんと難しいわ、内野はほんと難しい。外野ってそんなにさベースカバーがなかったじゃないですか、前回2016でやってた時は。自分の守備範囲内を守ってれば基本良かったんで、どこに動けばいいのかっていうのがね、これ二塁、あ、俺、あ、違う違う、いいのかいいのか、びっくりした、そうだよね。うわ、やばい、連打を浴びてる。よしよしよし、得意、よく取った。ワンアウトか、ただワンアウトから塁にいるのはちょっと、これは取ってください、無理か、今のは取れなかったか。ジャイロボールで決めよう、ここは。もうダメだ、終わってる、満塁か、絶対ピンチを迎えるな。ちょっとスラーブを1球外そうで、逆にジャイロボールを投げて1球落とす。よしよしよし、コントロールが乱れるとな。スラーブを入れてこうで、ジャイロボール外に出して、切り込むスライダー、読まれてるか。ちょっと低め、よーし、見事ピンチを乗り切った。チャンス、まだ出てるね、もうスタミナがないよ。これを上げてしまったか。ムービングボールとか2軍で投げてくる人いるんだ。もうマジでスタミナがないんですけど、しかもさ、何向こう、ノリノリではないか、負けてるから一応あれか、やってやるぜ的な投資的なあれか。しかし俺のジャイルボールがうなる。ちょっと外へ逃がそう、一球、もうスライダーが曲がらない。 OK、完投とかは無理だな、これ
待って誰よ最後打たれたの。決勝ツーランホームランってさ、投手としての評価はしてくんないの？一応無失点で乗り切ったのに。すげえな、勝利投手ミカミックス、本塁打ミカミックス俺の名が連なる。7回無失点だよ、最高じゃないか。11奪三振、奪三振数がすごいね。よし、コントロール上がった。奥井4の1か、いまいちだな。奥井のほんのり成長したってさ、どれくらい成長するんだろう。てかさ、2軍の脱却っていつ起こるの次。コントロールめっちゃ上がったな。ちょっと佐藤さん様子を見よう。こっちじゃなくて球界データで、チームデータ、佐藤さん、中村さんかやっぱキャッチャー F だわこいつ。白浜さんがキャッチャー E で、あー板倉さんも E か。この辺が来るともうみんなキャッチャー F なんだよねなんとかしてもらいたいものだ。よし、コントロールを鍛えよう。まあ何気に登板しない日に体力が上がるのは助かるな。次は19日か。それまでに事故の鍛錬をするか。2軍監督53歳、評価マックスじゃんもう。二上くんとか頑張ってんのかな。2軍の成績はちょっとわからないからね。まあとりあえずでも1年目はもうひたすらに練習に励むしかないからな。防御率もだいぶ持ち直してきたね。最初ひどかったからな。コントロールいいね。そろそろ55になる。まだ若いからか、上がりがかなり早いね。ネオ、5月19日、今日は中日戦。雨になってるね。雨マークがついてるよ。まとりあえずこんなもんでいいでしょう。そういやキャッチャー板倉さんだったな。キャッチャー F か。キャッチャー F ってどれくらい下がるんだろう。スタミナとかをね、余計にね消耗させられるのがきついんですよね。一球ちょっと落とそう。これはあれだいぶ真ん中に行っちゃったな。コントロールとかもね影響してくるはずなんで。だいたいさ、スタミナの消費が多くなるとかどういうことよ、キャッチャーのあれで。あれ、奥井は今日センターを守ってるね。ジャイロ、よし。これは俺、あーファーストか。やだな。あ、俺この時にベースカバーに行かないといけないのか。いや、誰も一塁いなかったもんね。ちょっと一球落として、で最後はジャイロを決める。今走ってきた。高めにしよう高めは打たれるな。でもこっからが勝負だな。一球ちょっとスライダーを外に。うわ、すげえずれた今。もう一球ちょっと外そう。でボールから入ってくる。うわ、怖い怖い。奥井打率1割9分2厘とか俺すごいね、やっぱり打率と本塁打。さあ今日も打率と本塁打を稼いでこう。スライダー、これはおお。
誰もいないね雨だからか。2軍の試合は悲しいね。ボールが1個ついてるね。ちょっと高めのジャイロを投げるか。よしよしよし。で低めのフォークで落とす。うわー打たれたけどライトの真正面。これはちょっと外していこう。これ高めのスライダーで外へ逃がす。よーし。特にカウントはないからスライダーもちょっとギリギリ入るか入らないかくらいと思ったけどだいぶずれたな。でフォークを落とそう。このフォークをね落とそうとするとやっぱりねコントロールが乱れるんだよね。さて、おお振ってくれた。ラッキー、今のはラッキーだったな。おお、こいつはブンブン丸だね。スライダーでちょっと外しつつ、スラーブ。これは俺キャッチャーか。この時俺どこに行くの動かなくていいのかな。大体ねミッションがね発動しだすと失点するからな。こういう普通のね試合は調子良かったとしてもチャンスに弱いからな俺は。チャンス×ガラスのハートだからすぐ動揺する。てかもうマジさ俺外野でさ一軍上げてくれていいんじゃん。ちょっと入らないくらいのスライダーを投げよう。おお振ってくれた。1球低めの、わりかし振ってくれるね。まだ2軍戦だからかな。これは取れればめちゃでかいけどさすがに無理か。ちょっと外側のジャイロボールを投げる。さらに外す。おおいいねいいね。ボールが2つ先行してるか。でこのギリギリのところを攻める。奥いい、よくやった。フルカウント、フルカウントといえばジャイロボールで決める。うわーショート。いや怖いね、ああいう球が来たら絶対取れないわ俺。これはありがとうございます。ちょろちょろちょろちょっと本当落ち着きのないピッチャーだなスラーブを入れるか、ギリギリのところに。いいね、低めとかねやっぱ欲しいね。そうするとどんどん贅沢になってくるけどさ。玉持ちか。これはいった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 バッティングが好調すぎる。どうしようかな、内側のジャイロボール最後落とすか久々に。よーし、フォークを4とかにした方が良かったかな。最後はジャイロボールで決める打たれた、センター奥い。フルカウント。これは得意のジャイロボール、ゴー、怖い、マジ怖い。今のピッチャー返しとかすげえ怖えわ。硬球ってめっちゃ硬いっすよね。キャッチボールしてるだけでも怖いんだけど。もう7回か。でもまだそこそこスタミナはあるか。キャッチャー F だけど頑張ってんな。打たれたな。むしろもう交代してもらいたいんだけどもう自分変わりたいっす。よしよしよし、これは誰。ああよしよしよし。なんか上とか見れないのかね、こうフライが上がった時どこにボールが飛んでんだかちょっと分かんないんだよね。
ポークを落とすか。よーし、ちょっと疲れてきたけど、まあまだいけるかな。8回持つかね。9回は持たないな。もう少しテンポよく打たせていかないとスタミナは持たないね。4打席目。本塁打本塁打本塁打とか、誰も俺のバッティングを評価してくれないからな。さあ集中して、これはシュートが入ってきたか。奪三振持ちか。おっと、ちょっと緩急も持ってるね。うわ、ちょっと待って、今のは完全にやられたな。お、今誰がどう変わった。わからん。これはお、危なかった。どう、いいね。ショートって変わった。おお、すげえ際どい。よしよしよし、三振を取ろうとするとどうしても球数を投げないといけないから。おお、ダイビング。おお、すげえ。でもおお、これはやっぱり抜かれた。さて、ちょっとピンチになったぞ。これはアタックポイントか。なんとしても抑える。ちょっと待って、牽制をしてしまった。特に牽制する必要がなかったのに。ま、一塁が空いてるかっていうか、スタミナが完全に切れたな。これはもう交代無理っす。自分も無理っす。うわー、これ交代するとあれだよね、自分の自責点になるんだよね。あ、自責点に、まあ、しょうがないな。決勝ホームラン、誰か俺をピッチャーとして評価してくれ。相変わらずすげえな。そうだよね、自責点2だもんね。7回3分の1でも2失点だったらいいんじゃないの。そしてホームランは全く褒めてくんないからね。3の2か、俺の方がすごいよ。じゃあまた寝て、てかいつ一軍に上がれんの本当に。ひたすら練習をしていくか。MVP の予想、セ・リーグ広島野村、クライン中崎。広島はやっぱ結構出るね。筒がだっけ。あ、あと菊池、菊池めっちゃ強いよな。梶谷かな。今月の MVP ってさ、実際にもやってんの。毎回 MVP 決めてんのかね。ブリストー内野手、こういうさ新外国人ってどれくらい強いんだろう。まあ、2軍の成績はね、ほんとどうでもいいっちゃどうでもいいからね。あとは奥井がどれだけ強くなってるかだな。とはいえまだね、開幕してから2ヶ月くらいだからね。2ヶ月ででもこれだけ成長するっていうのもすごいよな。まだだよね。練習しよう。さすがだな、この若さというのは。これが若さか。あ、しかも練習レベルもまだ全部1だしね。さて、登板の前日はゆっくりしましょう。
55万円増えました。全く金使ってないな。今日はホークスか。あー、そっかそっか、今日は打撃はないんだね。奥井5番にいるな。調子を上げてもらいたいものだ、奥井にも。さあ今日も頑張ってこう。全く投球練習をしないけどね。こいつ投球練習しないのかっていう。おお、大丈夫だ。フルカウント、ジャイロで決める。いいね。投球数的にはどうなんだろうね。そういえば投球数がそもそもさ、どれくらいになったら多いとか少ないとかわからんからな。ちょっと外に外そう。でスライダーを入れる。これはカスッとなったけど、おー、ありがとうございます。ああいうのを取ってくれるとね、さすがに楽だよね。誰これ、ジェンセン。自分で点を取れないっていうのがちょっときついな。そうするとこれは、おー、抜けたか。これはもう見つめるしかできない俺には。まあでも一塁でなんとかなったね。二塁まで進まれても全然おかしくない球だったけど、どうする。こうやってフルカウントからね、粘られるとちょっと怖いんだよね。投げるところがねなくなっちゃうからね。スライダーを一球外そう。今ボール球だったよね。じゃあちょっとうちに入る感じで入らないみたいな。え、どっち、ちょっと待って。ああ、よかった。フィルダースチョイスになるのもちょっとね、ピッチャーってそう考えると結構あれだね、心が強くないとできないね。だってさ、味方のさエラーとかさ、そういう守備のさミスでもさ、ってなるのにさ、そりゃ腐るわ。ありがとう。もう常に感謝の気持ちを忘れない守備の方たちには。1点取って、これを死守しないといけないんだな。高校野球ってそう考えると大変だね。まだみんななかなか未熟じゃないですか。でエラーも結構多いですもんね。おお、大丈夫か。よしよしよし、やべえみたいな感じになるとすげえ怖いんだよな。三振、振れ振れ。スライダー高めを最後は落とす。持ってかれた。これ別にさ、投球パターン読まれるとか、読まれるっていうかさ、俺絶対フォークかジャイロボールでしかこう仕留めないけどさ、そういうのってコンピューター何も考えてないよね多分。あのピッチャーは絶対三振くる、取りに来るときはフォークとジャイロボールしか投げないみたいな。やばい、セカンドまで進まれたか。必ずピンチを迎えるな。しかしタイピンついてるからね。見てくるね。このフォークはやばい。おお、危ねえ危ねえ危ねえ。また出た、ジェンセン。やばい、ジェンセン相手にボールが3つ続いている。うおー、無理か。二塁打を打たれた。さてここは正念場だぞ。4回ありがとうございます。進まれたけどしょうがない、とりあえずアウト1つ。そしてここはジャイロボールで決める。うおほほほ、打たれた。マジか、追いつかれてしまった。フルカウントからやばい、このフルカウントからのジャイロボールがもう完全に打たれてんな。いやー、しかしこのジャイロボールは俺の生きる証だからな。
これをどうするか、落とすかジャイロボールで決めるか、2択しかないからね。ジャイロボールで決めよう。よし、とりあえず1失点でなんとか抑えたか。失点するとねスタミナも結構減りますからね。いや本当にさ、配球をさキャッチャーにやってもらいたいよ。サインとか覚える自信ないけどさ、どこ投げればいいか分かんないもんだって。まあでもそういうのは多分あれだよね、投手のバッティングパターンとかも研究しとかないといけないからね。走られた。しまった、今のはちょっとあれだな、ストライクが先行してたからもう少し見てもよかったな。ジェンセンスライダーを、よーし、リベンジしたぜ。6回、投球数99。 OK、 やっぱり6回だな、6回が限界だな。おお、久々だな、なんか失投したの。頑張ってたな今まで。センター、よーし、フルカウント。これはもう最後決めるだろう。うわやばい、レフト線。この回投げさせてくれるか、耐えるか。もうスタミナがやばいぞ。あ、変わったね。いやーでもなんとかなんとか、守護神誰か知んないけど2軍の守護神。5回、無四球被安打8。ようやくピッチャーとしてヒーローインタビューを受けたな。5回のピンチジェンセンからの三振、見事だったぞ。いやジェンセンに打たれたけどね今日。いいね、コントロール、試合やるとどんどん上がっていくね。2打数1安打1打点。あ、いいんじゃん。てか奥井途中で交代させられたのちょっと奥井のあれだけ見ましょう、能力だけ、どこまでいったか。奥井ちゃん、おー、いいね、強くなってんね。守備 C あるのはかなり信頼できるな。肩もそろそろ C になりそうだし。やっぱり奥井はどっちかバッティング寄りっていうよりは守備寄りの方に育っていきますね。いやでもまずはちょっと奥井オール C を目指して、まあ、練習をしていきたいので、というところで、まあ、ちょっとね2軍でこう好調が続いてもあれなんで、早くね1軍に上がりたいんですけど、なかなか1軍への昇格のチャンスが来ないので、まあ、このまま2軍で戦い続けるしかないんですけれども、また次回も、頑張っていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。